こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはディレイズ。綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通りディレイズ、さらにはハローチャイルド、7番ブロードカード、その後ろ後方に控えたのがキャニオンサンセット。前に戻りましょう。先手を取ったのはカワチボール、そして大きく離れてメンズイクスクルーシブ、この位置です。オレンジの帽子ディレイズ、その後ろすぐ後ろにサファイアタフネス、その後ろからはギャロップディバイン、黒の帽子クリムゾンメロディー、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として10番カワチボール、リードは6馬身ぐらいあります。カワチボール一人旅、2番手はディレイズ、メンズイクスクルーシブ、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カワチボール先頭、後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか。2番手はディレイズ、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。ディレイズ、カワチボール追いすがります。ディレイズ、ディレイズ1着、2着にはどうやらカワチボール、勝ったのはディレイズ、見事な勝利です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フサイチエアデール、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフサイチエアデール花に立ちます。その後ろからはムーンライトセーバー、この馬も上がっていく構えです。さらにはアースアカデミー、11番スパークガバメント、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはフサイチエアデール、その後ろからはサニーブラフ、内からはアスコットファッション、その隣にムーンライトセーバー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方からフサイチエアデール先手を取りました。サニーブラフ、この馬もこのグループ、その後ろからはスパークガバメント、その外からムーンライトセーバー、ピンクの帽子アースアカデミー、その後ろラムルマ、すぐ後ろ並んで2番アスコットファッション、シックスドライブ、この馬もこのグループ、すぐ隣にサマーサンディ、フラッシュコスモス、それに続きます。白の帽子ブルーミングクリスマス、その後ろ、ここでサニーブラフ先頭に変わりました。サニーブラフ後続を引き離す。2番手はフサイチエアデール、これは絶好の手応え。スパークガバメント、3番手フサイチエアデール、ぐんぐんと差を詰めてくる。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はフサイチエアデール、間が空いてサニーブラフ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはフサイチエアデール、差は3馬身、後続の手応えもいい。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はラムルマ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。フサイチエアデール1着、2着はラムルマ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。フサイチエアデール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。ポンと飛び出したのはビエナマード。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してビエナマード鼻に立ちます。その後ろからはシェーンシンガー、この馬も上がっていく構えです。さらにはジャスミンシャイン、9番名勝ドトー、その後ろバルロイヤル、後方から。では前の方から見てみましょう。ビエナマード先手を取りました。その後ろからはステイオリンピア、その隣にジャスミンシャイン、名勝ドトー、後位をキープ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から、先手を取ったのはシェーンシンガー、ステイオリンピア、それに続いていますビエナマード、すぐ後ろ黒の帽子ジャスミンシャイン、その後ろその隣にサフロンウォルデン、内からはサウンドシータ、ピンクの帽子ギャラントカウンター、その後ろすぐ後ろにジュピターシュバリエ、ガルフレーサー、そのうちに続いています青の帽子ディアプレジャー、その後ろすぐ隣にウォーターアトラクト。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてシェーンシンガー、シェーンシンガー、後続を引き離す。2番手はビエナマード、名勝ドトー、 B1 です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はシェーンシンガー、ビエナマード、続いていますステイオリンピア、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シェーンシンガー先頭、あと 200m、 シェーンシンガー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ビエナマードかわす、グロリーエミネンス迫る、ビエナマード、ビエナマード1着、2着にはどうやらグロリーエミネンス、勝ったのはビエナマード、見事な勝利です。こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サマンサキャンドル、ダッシュがつきません。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。サニーピクニック、前に行きそうです。スキップキャロット、それに続いています。さらにはシアトルコーラル、8番バックスボーイ、その後ろサマンサキャンドル、後方からの競馬。もう一度先頭から、先手を取ったのはキングオブクリスマス、これに続いてスキップキャロット、並んで4番クイックポート、シアトルコーラル、すぐ後ろ、内からはエイコーンタワー、スペシャルウィーク、後ろからになりました。その外にジャズシップ、クラシックアクト、すぐ後ろ、並んで13番ウィニングパレス。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはキングオブクリスマス、その後ろからはサマンサキャンドル、並んで9番サニーピクニック、すぐ後ろにシアトルコーラル、エイコーンタワー、すぐ後ろ、並んで8番バックスボーイ、ドクターバーリン、すぐ後ろ、内からはクラシックアクト、後ろからの競馬になりました。スペシャルウィーク、鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。青の帽子スキップキャロット、その後ろしんがりからヤグリ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。バックスボーイ、バックスボーイ、後続を引き離す。2番手はキングオブクリスマス、サニーピクニック、3番手大外からオレンジの帽子、スペシャルウィーク、伸びてきた。バックスボーイ先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はスペシャルウィーク、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。バックスボーイ先頭、残り 100m、 スペシャルウィーク抜けた。バックスボーイ追いすがります。スペシャルウィーク、スペシャルウィーク1着、2着にはどうやらバックスボーイ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。スペシャルウィーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、ザッツガビリーブ前に行きそうです。オース、それに続いています。さらにはブライトチャイナ、11番ベレヌス、その後ろエンドギャル、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはザッツガビリーブ、オレンジの帽子タレントゴールド、その後ろもう一度先頭から見ていきましょう。ベレヌス先手を取りました。すぐ隣にザッツガビリーブ、その横にキングオブストリーム、赤の帽子マーブルアート、その後ろすぐ隣にアメリカンジュピター、その横にモンジュール、その外にタレントゴールド、ジムクライ、そのうちに続いています。その外にアンダーディール、ブライトチャイナ、そのうちに続いています。アドマイアベガ後ろから並んで、8番ファンシーウェザー、コンプトンアドミラル、この馬もこのグループ、しんがりからエンドギャル、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはベレヌス、その横にマーブルアート、オース、そのうちに続いています。その外にザッツ・ザ・ビリーブ、アメリカン・ジュピター、そのうちに続いています。青の帽子キング・オブ・ストリーム、その後ろモンジュー、そのうちに続いています。並んで5番ジム・クライ、その外からアンダーディール、後ろからの競馬になりました。アドマイア・ベガ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んで10番ムタ・ファーウェイ、内からはブライト・チャイナ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はベレヌス、ベレヌス後続を引き離す、オース、ほとんど差がありません。モンジュー3番手、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ベレヌス先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 先頭はモンジュー、オース必死に追いすがります。モンジュー先頭、オース追いすがります。モンジュー先頭だ、モンジュー1着、モンジュー1着、2着はオース、勝ったのはモンジュー、見事な勝利です。こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ストラテジックチョイス、これはいいスタートを切りました。アスタラバド、この馬も好スタートを切りました。イタリアンアライブ、前に行きそうです。ロイヤルアンセム、それに続いています。さらにはアスタラバド、12番、ストラテジックチョイス、その後ろもう一度先頭からストラテジックチョイス、先手を取りました。並んで13番、イタリアンアライブ、アルムタワケル、この馬もこのグループ、ロイヤルアンセム、すぐ後ろ、内からはマンハッタンワンです。さらにはタイガーヒル、河内大王、いい位置です。並んで2番、マウントスタイル、すぐ後ろにブラウンサイレント、シーバ、そのうちに続いています。並んで3番、ハイライズ、赤の帽子シルバーペイトリアーク、その後ろその外にドリームウェル、しんがりからホライトヨーク、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。アスタラバド、先手を取りました。ピンクの帽子ロイヤルアンセム、その後ろこれに続いてアルムタワケル、並んで13番、イタリアンアライブ、少し開いてストラテジックチョイス、すぐ後ろにマンハッタンワンです。さらにはブラウンサイレント、白の帽子マウントスタイル、その後ろその外からドリームウェル、河内大王、この位置です。白の帽子タイガーヒル、その後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はロイヤルアンセム、アスタラバド、先頭に襲いかかってきました。アルムタワケル3番手、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ロイヤルアンセム先頭、アスタラバド先頭、あと 200m、 アスタラバド先頭、先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。アスタラバド厳しいか。一気にホライトヨーク、ホライトヨーク、ホライトヨーク、1着、2着は微妙です。勝ったのはホライトヨーク、見事な勝利です。
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭変わって、マチカデウォーキッド、マチカデウォーキッド、先頭マチカデウォーキッド、先頭2番手はレディミューズ、先頭はマチカデウォーキッド、1着でゴールイン、マチカデウォーキッド1着、2着はレディミューズ。これは桁外れの強さだ、マチカデウォーキッド。短い直線に入って、後続は届くかどうか。先頭はエアシャカール、差は3馬身、後続の手応えもいい。後続は大きく離れた。2番手はシンボリクラシック、完璧です。圧倒的な強さを見せました、エアシャカール。1着、2着はシンボリクラシック、これは桁外れの強さだ、エアシャカール。